2016年の、まあ、最初の G1 ということで、はい、はい、また、まあ、常になんでしょうけど、まあ、厳しい戦いがまた待ってるなという。そうですねちょっと昨年が本当に G1 勝てそうでもう少しっていうのが続いて、まあ、そのもう少しっていうのが多分すごく遠い、うん、あの大変なことなんだと思うなって、うん、あ思いましたね、うん、はい、本当その1年というそれがまた始まりましたね、うん、はい、本当にどのレース見てもとにかく強くてすごいけれども本当に最後の1個だけがっていうのが埋められないっていうのはまだまだ足りないとこだらけですわまあちょっと本当に立川大宮と今年もスタートドロンとかして少し体は、はい、まあやっぱ疲れたんでしょうね、風邪ひいてしまって大宮の後に、まあ体調崩してしまったんですけど、まあ日にちあったんでしっかり立て直して練習してきました。まあ、大宮の前はちょっと首も上の方に痛めてっていうのは言われてたんで、前肩日痛かったですね、はい、でもなんか1日順延とかもあって、はい、まあ、体調的には悪くはなかったんですけど、まあ、結果出せなかったんで、まあ、悔しい気持ちで終わりましたね、はい。まあ、なんとか今年はちょっと G1 の日程が変わって、まあ、7回あるのかなというのもありですけど、なんとしても優勝、いやー7回チャンスがあるというのは、うん、選手としては嬉しいことだと思いますし、そのやっぱモチベーションがすごく上がりますね、はい、なんとか去年埋められなかったものを埋めて、なんかでもタイトルってなんかやっぱしすごい調子がいい時だから取れるとかっていう感じじゃなかったので、うん、だからなんか面白いところだなと思いますね、うん、なんか全てが噛み合って初めて優勝に手が届くもんだと思うし、ただの強さとか云々じゃなくて、なんかこう全体に、そうですね、全総合的にトータル的にいい状態の時がやっぱしなんかそういう掴み取れるんだなって思いますけどね。ぜひちょっと今年はその瞬間待ってるそう、なかなか難しいんですよね。そうですね、本当に取れそうっていうのがずっとあったらね、こんな難しいのかっていうのは難しいですね、なんかダービーの、特にダービーのビサが本当に大きなビサだったように感じて、でもあそこからまたすごく考えさせられたんで、いいきっかけだったなと思いますけど、はい、さらに強くなる意欲が、うん、頑張ろうと思いましたね、はい、うん、まあ今年もこの今回いいねスタート切れるように、はいはい、頑張りたいと思ってます、はい。初日はもう並びは聞かれたんですか？前で、はい、竹田さん、竹田さんとラインがっちりと、ね、そうですね、はい、頑張ります、はいはい、ありがとうございます。